こんにちは、きこです。今日は、新しい、いろんな方たちがね、最近 YouTube 見てくださったりブログをね、読んでくださってる方もとても増えてきたので、私自身の自己紹介をしたいなと思っています。まずね、私の名前、山岸あきこなやくっていうんですね。まあ、あきこっていう名前でやってるんですけど、旦那さんがインド人なんですね。で、結婚、今41歳で、結婚したのがね、25とか6ぐらいかな。そのぐらいだから、もう15年ぐらい。もうちょっとか。結婚してそれぐらいになりますね。で、子供が3人います。8歳、7歳、2歳って感じですね。そう。で、出身が東京で、旦那さんと最初にね、国際結婚して、でその前に結構こう旅行が好きでね、いろんなところに、まあ、バックパッカーみたいな感じでいろんなところを旅してたんですね。そうで、インド好きになって、まあ、インドもちょこちょこ来てた感じです。それで旦那さんと、まあ、出会って結婚してね、うん、最初ね、やっぱりちょっとインドでビジネスやろうとしたけど、ちょっとうまく資金を貯めようと思って日本に住んでたんですね。そうだな、10年経ってないか、まあ、結構長く住んでたんですけど、でその間にね、まあ、いろんなことがあって、で旦那さんがそう、インドに行っちゃったんですよね。でその時に子供が1歳と3歳で、ものすごいやっぱちょっと大変だったんですね、自分自身が。そうで、旦那さんがもう、そう、帰ってくるって言ってたんだけど、帰ってこなくて、このままだから3年間ぐらい一人で1歳と3歳の子育てして、この子はまだ、この子はインドで産んだから、だから1歳と3歳のその上の2人っていうのは日本で産んでいて、そうで日本で産んでいて、それで仕送りとかもなかったから、ごめんね、うん、仕送りもなかったからね、もう本当ちょっと大変だったんですけど、で、そう、一人でフルタイムの仕事したりして、うん、まあいろいろ頑張ってやってました。それでだけど、もう本当にね、大変すぎちゃって、人生初、もう本当落ちたんですね、どん底に落ちたって感じですね。そう。で、どん底に落ちて、旦那さんいない間3年間ぐらい、まあなんとか必死に頑張って、うん、でもうほんと限界みたいになっちゃったんだよね。その時もなんとかして変えたいってなった時に、潜在意識っていうものに出会って、まあそこあたりから、まあその目に見えないことをやり始めたって感じですね。だからスピリチュアルなことをね、全然やってなかったんですよ、今まで。全くこう霊感とかないし、直感あるんだがないんだがみたいな感じ、多分皆さんと同じですね。だから、うん、ないと思って生きていたし、霊感ある人と私は別物だと思って、うん、一般ピープルみたいな感じだと思って生きてきたタイプですね。そう、だからこそ、皆さんにね、力があるってことが言えるんですよ。うん、ちゃんと自分が仕組むっていうかね、計画してきたんだろうなって思うんですけど、それで、今から3年、ちょっと前ぐらいに潜在意識のブロック解除っていうものに出会いまして、でそれで人生変えようと思って、まあ、頑張ってやったんですね。でその時にもうすぐに仕事にしちゃったんですよ。スピリチュアルを、お金に困ってたからね。そう、自分を変えるプラス仕事としてね、やりたいと思って、そう、なのでこうすぐにね、スピリチュアルを仕事にしたタイプって感じですね。よくわかんないのに、やったことないのに仕事にしちゃったって感じなんで、チャレンジャーだよね。そう。それで、でね、その前に、旦那さんがいない間に、パソコン関係のね、アフィリエイトとか、なんか聞いたことあるかもしれないですけど、ちょっとネットビジネスをね、自分でね、やってたんですよ。うまくできなかったけど、最初は。でも、お金ないからね、何かしらやんないとと思って、そう。だから、ネットビジネスを自分自身で、やって、で行ってちょこちょこ、こう夜な夜なね、いっぱいホームページ作ったりとかして、うん、覚えたくないのにそういうことを覚えたみたいな、もうやらなくちゃお金にならないから、
そう、それでなんか数万円とか、そうだな、最高でちょっと数十万って感じだけど、何百万とかは全然稼いでないですね。そう、そのあたりでついた知識を使って、そう、潜在意識のブロック解除を、ブログで応用してね、いろいろやって、そう、そうしたらそれがなんかまあすんなりとうまくいったっていう感じですね。あと思い込みとかね、お金のブロックも強かったんですけど、そのあたりのとこもやっぱりブロック解除、潜在意識のブロック解除で、まあ、取れたので、まあ、一気にいろんなことがスムーズにいくようになったっていう感じだと思います。で、スピリチュアルな能力に関しては、まあ、最初全然でしたね。全然ないけどもやるしかないみたいな感じで仕事としてねやって、もうねバカ正直に素直にどんどん自分のために活用したんですね。自分が、まあ、取った技術っていうんですかね、潜在意識のブロック解除っていうものを自分のために、でお客さんのやるとお客さんのやればやるほど自分のブロックも取れますので、本当に自分がどんどん変わってきました。それで、途中からねお客さんに、そうだな1年ぐらい経ったあたりからかな、霊視っぽいって言われたんですよ。すごい、あきこさんなんかブロック解除なんか違うみたいな、なんか自分の状況を見られてる気がしてすごい不思議みたいな感じで言われて、何が起きてるのかなと思ったんですけど、その時に、そうだんだんこうもともと宇宙で使っていた能力とか出てきたんだろうね、いろんな能力が出てきたんだなと思います。で、今、スピリチュアルなこういうねお仕事し始めてから本当に実質、5月から始めて、あれだから3年と5ヶ月今なんか11月か3年6ヶ月ぐらいかなになるんですけど、はい。で今年だよね、だから今年に入ってから急に自分がなんか宇宙、もう本当に何の期待もしてなかったようなね、なんていうのかな、期待してないセッションっていうのも失礼ですけど、なんか何にも考えないでこのセッション受けてみようかなって思ったセッションで、いきなり宇宙のこと言われたんですよ。自分がこういう星に生まれ変わっていて、こういうことしていてみたいな感じで言われて、そのなんかことに本当衝撃を受けて、これがもし私だったとしたらすごいな、なんかこの人もう、学ぶことないなっていうかね、スピリチュアルなこととか宇宙でもういっぱい生まれ変わってるって言われたから、まあ、本当にこうびっくりしたっていうかね。そう、でそのあたりから本当一気に宇宙のことが、宇宙とつながるようになってっていうかな、まあ、意識的にいろんな情報も集めましたけど、そうやっぱりね宇宙の方がしっくりくんですよ。もうここまさにスターシードだなって感じなんですけど、そうで今はそうですね、ほとんどがもう宇宙につながることも多いな、だから、まあ、何が言いたいかっていうとね、私は本当にこうもともと全然スピリチュアルじゃないので、スピリチュアルじゃない人よくこう能力があるとかないとかねみんな言うけど、もともと持ってますみんな、ここをねやっぱり、間違えちゃいけないっていうか、みんな持ってる力だからね、ある人はこうなんだろうな、サイキック能力があって、ある人はサイキック能力がないっていうよりもね、訓練なんですよこういうことって。やればやるほどどんどん開いてくることだし、みんな宇宙そのものですから、みんながもともと持っている能力っていうところから、なんですかね、こういうお仕事をもしする場合はもうね、できるのが当たり前前提としてやった方がいいですね。できますから、逆に言ったらこういろんなそういう能力が薄れてたりとか、ちょっとできないとかね、あとなんだろう、自分に才能がないとか能力がないとか、これスピリチュアルに限らないからね、他の分野に関してもいろんなことがもうやっぱりねできるんですよ。前世でいろんな経験してたりするからね、こうできないと思い込んでるのは今世の自分だけなんですね。そう、今世の自分は生まれてくるときに全部記憶消してきてるから、今まで生まれてから今までの自分の経験っていうものだけしか自分って思ってない場合はやっぱりできないと思いますよね。そうだけどその前に過去世っていうものがあったり未来世っていうものがあったり、そう、それがね実は同時に存在してますので、自分っていうのはすごいんですよ。すごい情報量を持ってるってことですね。そう、そういうことも分かってきていますので、私はだからこういうスピリチュアルな仕事
に縁があって今やってますけれども、一番伝えたいことっていうのは誰でもできるってことですね、うん、あの人にできてこれこの人にできないってことはないんです。みんなできます、必ず、うん、そこに対しての、まあ、逃げないようにっていうのかな、うん、そこがだから答えじゃないんですね。できるできないっていうことよりもやるかやらないかとか、あと好きか嫌いかみたいな感じですね。好きだったらやればいいし、うん、自信つけるのはもう実践しかないからね、うん、こういうことってもう対人のことじゃないですか。人がいないと成り立たないことだから、もう人にやっぱり関わってやっていくしかないんですね。それが自分のためにためであり人のためになるっていう、まあ、ものになりますので、そうどんどんやっぱり実践していただくといいと思います。スピリチュアルの能力はみんな誰もが持っていますので、うん、どんどん訓練っていうのかな、どんどん実践していって自分の感覚っていうのを開いていくっていうのが、まあ、やり方なのかなと思っています。で今、私は宇宙系で、宇宙系っていうかね、宇宙がすごいしっくりきているので、もっともっと、まあ、能力を上げるために宇宙とつながって宇宙から教えを説いているっていうんですかね、そうハイヤーセルフであったり高次元の存在からいろいろ教えてもらっていますっていう感じですね。だからあんまりちょっと人から今は教えてもらってないんだよね、まあ、情報とかは本とかね、いろんなブログ読んだりとか人から話聞いたりはありますけれども、何かを習うっていうのはもうほとんど宇宙からっていう感じでやっています。まあ、そんな感じです。ではではプロフィールでした。